皆さんこんにちは、 NPB 考察委員会です。近年増加の一途をたどっている MLB 挑戦を視野に入れているプロ野球選手、今季オフには山本由伸選手を含む4人の選手が MLB 挑戦を表明し、現在新天地を探しています。その一方でこのあまりの多さに苦言を呈する人もおり、この現状は賛否両論な模様。でもなぜこんなにも MLB 挑戦を公言し実際に海を渡る選手が増加したのでしょうか。そこで今回は MLB 挑戦者が後を絶たない理由を考察しつつ、現場からの声や様々な見解についてご紹介していこうと思います。野球の最高峰の舞台であるメジャーリーグ、1964年に村上正則投手が日本人初のメジャーリーガーと言われており、その後野茂英雄投手が1995年にメジャーへ挑戦、野手では2001年にイチロー選手と新庄剛志選手が挑む、以降数多くの選手が海を渡りました。2020年に秋山翔吾選手がシンシナティレッツの公式戦に出場したことで日本人選手による MLB 全30球団公式戦出場が達成され、現在は9人の選手がメジャーで活躍中。さらに今季オフには山本由伸選手に上沢直之選手、今永翔太選手に松井裕樹選手の4名がメジャーリーグ挑戦を発表。どの球団に所属するのか注目が集まっています。昨年は千賀選手と吉田正尚選手、藤浪選手が、一昨年は鈴木誠也選手と、毎年のようにメジャー挑戦者が出ていますが、ここまで毎年海を渡るようになったのは2000年以降毎年のように挑戦者が出ており、特に近年では複数の選手が海を渡ることも多くなっており、将来的な MLB 移籍を志願したとされる選手も多数現れています。西武高橋光成投手、ヤクルト高橋奎二投手、ソフトバンク大関智久投手、広島森下正人投手、ロッテ佐々木朗希投手、すでにヤクルト村上宗隆内野手は球団から2025年オフのポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を容認されていますが、その一方でこの現状に苦言を呈する人も増えてきています。阪神 OB の中田義弘氏は契約公開交渉後などに憧れを口にする選手の多さに疑問を感じており、何か勘違いしてるんじゃないかなというのが一番、権利を持ってないのなら山本由伸のように日本でダントツの成績を残さないと、この選手ならメジャーで通用するんじゃないか、メジャーで見てみたいなと、ファンに心よく送り出してもらえるようにならないとねと持論を展開。まずは日本で活躍してから言えといった感じでしょうか。確かにそれは一理あると思います。これまでメジャーに挑戦した選手で一定の結果を残した選手は日本で凄まじい成績を残した選手ばかりでした。村上選手と野茂選手は特殊な形での移籍だったので一旦省きますが、それでも2人は日本で成績を上げていましたし、イチロー選手や松坂選手、ダルビッシュ選手などはもはや日本でやることはないというほど活躍を見せていました。田中将大選手に至っては24連勝してチームの優勝と日本一に導いてからの移籍、一番かっこいい移籍の仕方だったでしょう。このようにメジャーに行く選手は日本で認められるほどの成績を上げた人に許された特権というのがこれまでの通説でした。特にポスティングの場合はより活躍してからでないと球団にもメリットがないですし、余計に日本で実績を残しておかないと意味がないでしょう。海外 FA の場合は選手の権利ですし、とやかく言われはしないでしょうが、そこまで実績を残していない選手がポスティングによる移籍を打診する気でいるというのは球界関係者からすればあまりいいように映っていないかもしれませんね。しかし先日しましたが、近年では非常に多くなっているMLB への挑戦を視野に入れた選手たち、一体なぜここまで多くなったのでしょうか。前提としてメジャーに挑戦したいという思いは昔から持っている選手は多かったと思います。理由としては自分の力をトップで示したいとか、憧れの選手が多いとか、そういうのがあるでしょう。そして近年これが多く可視化され始めたのが、日本とメジャーの壁が昔に比べてなくなりつつあるからだと思われます。昔はそれこそイチロー選手や松井秀喜選手のように日本でやることがなくなった選手が移籍する場所という状況でした。はるかにレベルが違いましたし、そもそも向こうからも日本人選手の評価ははっきり言って低かったです。しかし先人たちの活躍に加えて WBC での活躍もあって徐々に評価が上がり、また日本の野球、特に投手のレベルも上昇、今では平気で160キロを投げる選手も増えてきましたし、それに対応する打者も増えてきており、メジャーとの差が徐々に小さくなっていることが挑戦者が増えてる要因といえます。メジャー側も日本で活躍しているならメジャーでも見込みがあるといった形で目を光らせており、WBC の時にはメジャースカウトもこぞって参戦、いわゆる品定めを行うようなシーンもありました。こうした距離感が近くなったことで挑戦したいという選手が増えてきたのでしょう。また昨年では日本で近年成績を残
せていなかった藤浪選手がメジャーに挑戦し、そこで一定の結果を残したことでメジャーでも少しはチャンスがあるかもという選手が増えてきたのももしかしたらあるかもしれません。もっとも藤浪選手はポテンシャルが他の選手に比べてはっきり言って別物でしたし、同じ感覚で移籍しても活躍はできないでしょう。日本では近年成績は残せなかったけどメジャーに行って復活した選手なんて歴代で見てもこの藤浪選手か横浜や楽天で活躍した斉藤隆選手くらいしかいません。そしてもう一つが年俸の違いで、日本とメジャーでは年俸の高さが圧倒的に違います。大谷選手が最近10年1015億という恐ろしい金額を勝ち取っていましたが、現在メジャーで交渉中の山本由伸投手も400億円の複数年契約になると伝えられています。日本ではまずありえない金額です。憧れの舞台で力を示せば引退後は何をしなくても遊べる金額を稼げる可能性がある。そりゃチャンスがあれば行きたいと思うでしょう。そして契約公開の場で話しておけば球団もある程度動きやすいですし、宣言しておけばスカウトの目に留まる可能性もあります。なのでこうしたメジャー挑戦希望者が多く可視化されたのかなと思います。これは先日した中田氏も触れており、大谷や山本由伸の契約に関する報道などを見てると日本とは比べ物にならない金額だし、個人事業主であるプロ野球選手としてそこに魅力を感じたり、もともと憧れていた舞台に挑戦したい気持ちを表すのは不思議ではないとしています。ですが筋が違うかなという印象だねとも口にしており、昨今の宣言者の多さにはいい気持ちはしていない様子。増えたのはいいものの挑戦という価値が下がっている現状や、あまりに日本から出ていく選手が多いことは OB からすればあまり気持ちのいいものではないのでしょうね。さて多くの選手がメジャー挑戦を公言していますが、現在メジャーに行くには海外 FA 権を取得するかポスティングでの移籍の2つになります。ただ海外 FA の場合は9年が必要になっています。それを満たす前にメジャーに挑戦する場合はポスティングを使う必要があり、若くして挑戦したい選手はポスティングを使用する必要があります。ですがこのポスティング制度について見直しだったり使いどころを考えろという声が上がっています。かつて阪神井川喜び投手がポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を希望した際、中日落合博満監督は希望はあくまで個人の希望、 FA 権を持ってないのにメジャーに行きたいというのならまずは契約金を返してから言えっていう話だと思うよと持論を展開。近年ポスティングを使用する選手が増えていますが、球団によってはポスティングを容認していない球団もあり、たびたび選手と球団で揉めたりする話も今は出てきています。千賀選手とホークスがそうでしたね。ですがポスティングはあくまで球団の権利、要は選手をメジャー球団に売る制度のため想定以上の金額で買い取ってもらうほど評価されていないと球団としても出しにくいと思います。特に主砲やエース級の投手ならなおさらです。球団にメリットがない以上選手を移籍させる必要もないわけですし、そうなれば海外 FA 権を取得するまで我慢するしかないと思いますね。ですがいとも簡単にポスティングするチームもあることから、どうしても不公平に見える部分があるのは事実。そのため現在ポスティング制度にある程度の規制など設けるべきという話が出ているようです。なおメジャーでもそういった話が出ていたようで、近年では25歳以下の選手と契約する場合は必ずマイナー契約になるというルールが導入されています。もっともこれは金満球団対策でもあるのですが、日本から若くしてくる選手もいるためこうしたルールが導入して戦力の均衡化を図っている様子。今後日本側でも少し変わってくるかもしれませんね。希望や憧れを声にするのは選手の自由、ただ必要戦力と考える球団がノーと跳ね返すのは当然の主張でしょうし、野球界全体で見てもこれだけ選手の流出が多いとなると人気にも響きますし、悩ましい問題とも言えるでしょう。 OB が苦言を呈するのも理解はできます。とはいえ選手からすれば恩はあるでしょうが、やはり自分の夢を叶えたいというのが一番ですし、それを邪魔する権利は誰にもありません。とはいえ簡単に行って帰ってくる選手が増えてきてるのも事実。このあたりの温度感の違いは今後も続いていくかもしれませんね。皆さんは近年のメジャー挑戦希望者の多さについてどう思いますか？よかったらコメントしてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。